ペドロ・ジョエル・シリアコレ・ギサモンは、ドミニカ共和国、サン・ペドロ・デマコリス州サンペドロ・デマコリス出身の、プロ野球選手。ウト・うみぎち。2019年現在は、独立リーグカナディアン・アメリカンリーグの、サセックス・カウンティー・マイナーズ所属。実定は同じくプロ野球選手のアウディ・シリアコで、2017年に横浜 DNA ベイスターズに所属した。 2003年2月28日にアリゾナダイヤモンドバックスと契約。2010年7月31日に2対3のトレードでクリス・スナイダーと共にピッツバーグパイレーツへと移籍した。同年9月8日のアトランタブレーブス戦で代打としてメジャーデビューを果たし、クリスチャン・マルティネスから初打席初安打を放った。2011年12月12日に FA となった。 2012年1月3日にボストンレッドソックスとマイナー契約を結んだ。7月6日にレッドソックスとメジャー契約を結んだ。後半戦はほぼレギュラーとして起用された。2013年6月10日にディーフとなった。6月14日にトレードでサンディエゴパドレスへ移籍した。7月12日にディーフとなった。7月16日にウェーバー工事を経て、 カンザスシティロイヤルズへ移籍した。2014年2月27日にロイヤルズと1年契約に合意した。シーズンは開幕ロースター入りしたが、4月5日にリーフとなった。4月10日にトリプル A 級オマハストームチェイサーズへ降格した。トリプル A 級オマハでは20試合に出場し、打率300と活躍。5月13日に、 内野手のオマー・インファンテが故障者リスト入りしたため、再びロイヤルズとメジャー契約を結んだ。昇格後は24試合に出場したが、6月30日にリーフとなり、7月6日にトリプル A 級オマハへ降格した。9月29日に FA となった。10月18日にブレーブスとマイナー契約を結んだ。2015年は参加のトリプル A 級。 グーイネットブレイブスで開幕を迎えたが、5月2日にメジャー昇格した。この年は、自己ベストとなる84試合に出場し、打率、261.1本塁打、15打点、オプス0.627という打撃成績を残した。しかし、走塁面では実力を発揮しきれず、1三塁打、4盗塁という成績に終わった。守備面では、ユーティリティとして起用され、 守備機会が最も多かったのは三類種だった。一失策、守備率、964DRS0 という成績を残している。ついで、遊撃種で無失策、DRS1、二類種で無失策、DRS2、一類種で無失策、DRS1、左翼種で無失策、DRS0 DR という内訳であった。12月2日にノンテンダー FA となり、オフは、 ドミニカ共和国のウィンターリーグでプレーした。2016年1月13日にテキサスレンジャーズとマイナー契約を結び、同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。7月8日にエリック予期ュとのトレードでマイアミマーリンズへ移籍した。移籍後は参加のル a 級ニューオーリンズゼイファーズでプレーしていたが、八月十二日に自由契約となった。 8月17日にデトロイトタイガースとマイナー契約を結び、参加のトリプル A 級、トレド・マット・ヘンズへ配属された。2017年5月5日にメキシカンリーグのキンタナロー・タイガースと契約。7月6日に解雇となり、7月11日にラグナ・ユニオン・カウ・ボーイズと契約。2018年4月28日に四国、アイランドリーグプラスの香川・オリーブ・ガイナーズに、 入団することが発表された。2018年前期は20試合に出場し、73打数21安打の打率、288、13打点4盗塁の成績であった。前期終了後の7月17日付で対談が発表された。2019年1月26日に、カナディアン・アメリカンリーグのサセックスカウンティー・マイナーズと契約、ありがとうございます。